さて、こんにちは、ダイダルです。今日は第5章からですかね、多分。ね、始めていきましょう。お、出た、影山！くっ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 く、時は来た。ついに完成するのだ。私の新たな牙城、新帝国学園が。お前、警察捕まるぞ。逮捕や逮捕。あ、出た、エイリア学園のやつらだよね。ほう。思ったより早く形になったじゃないか。お前には期待してるんだ。くれぐれもその期待を裏切らないでくれ。ふん、誰に向かって口を引いてる。態度の大きさだけは変わってないと見える。まあいい。お前を救ってくださったあの方の期待を裏切るような真似だけはするな。え、救ってくださった？どういうことや？私は受けた恩は返す男だ。本当かよ、裏切るタイプだろお前。なあ。私の願いはただ一つ。私の野望を打ち砕き、屈辱を与えた忌まわしき存在。雷門中。雷門中に恨み抱いてんの？奴らを我が新帝国学園の最初の生贄にすることだけだ。勝てると思っとくか？ふん、雷門イレブンを倒したいというのですか。誰これ？剣崎様。うわ、新しいキャラや、これ。新キャラですね。剣崎。それが成功すれば旦那様も大喜びになるでしょう。お喜びになるでしょう。しかし確実に勝てるのですか？あなたの作ったチームは帝国学園。ゼウス中とも奴らに負けてるようですが、確かに。切り札とはこういう時のため用意しておくものだ。なんかあんの？切り札。不動！は、あーい、あい、あい、誰これ？これいたっけ？帝国学園にこいつって。知らんな、こいつ。あ！捕まった、こいつら。ねえ、元王とか。ねえ、お呼びですか？話せー！佐久間、元王。影山、貴様一体何を企んでる？おとなしくさせろ。はいはーいっと。ひどい暴力やで、これ。ぐわっ。ざまあないね。もういい加減騒ぐのやめたら。不動君、髪型個性的ですよね。うん、ハゲとは言いません、僕は。で、もともと影山さんの下僕だったんだろ。ちょっと元に戻るだけだぜ。なめんな。俺たちは下僕だった覚えはない。そうだ、俺たちはいつも自分の意志で戦ってきた。ヒドウさんだってそうだ。あの人は今も自分の意志と力で。はぁ、あ、そのヒドウに捨てられたやつが何言ってんの？んだと？かわいそうにな。ゼウスにボロボロにやられてポイッとお払い箱だもんよ。悔しいよな。あいつが裏切らなければこんなことならなかったのに。いやいや、裏切ったも何もゼウスに負けたから転校したんやろ。言っても一緒やろ、そこは。その悔しさを胸に刻め、血が流れるほどに。そうすればお前らは強くなる。俺たちみたいに、お前らみたいに。感じるか、俺の鼓動を。俺の熱い血の叫びを。ちょっと待って、お前ら洗脳されてるぞ。強くなりたい。もっともっともっと。お前たちの胸にも同じ血が流れてるはずだ。もっと強く、この世の誰よりも強くなりたいと思っている。あの軌道よりも、軌道さんよりも強くなるためなら何でもする。悪魔にだって魂を打ってもいい。そうだろ？お前ら否定しろ、ちゃんと。だろ？それではいい報告を期待してますよ。元王ねえ、ちゃんと抗ってくれよ。ねえ、不動をぶん殴ったらよ。ほんま、髪の毛むしったり残りで全部。さあ来い、軌道、私のもとへ。え、軌道くん裏切らないよね、この展開。大丈夫？来たぜ。どうなるかな。また稲妻イレブンと帝国学園の対決始まってしまうぜ。さあ、稲妻キャラバン2体です。あー、誰すげえこんないたずらしたんの。何？どうせ小暮やで。うわあ、なんだその腹は。腹に顔が描かれてるギャンス。ひどいっすよ小暮くん、居眠りした隙に。うしっしっしっし、よく似合ってるぜ。じゃあジャンプすんなって。腹が揺れて顔がな。でもほら、染岡さんも背中に張り紙が。あ？なんで貼ってんの？バカ。てめえ、小暮。待てー、ぶっ殺す。狭いからすぐ捕まるぞ。うしししし。小暮くん。もう、いたずらばかりしてると毎日帰ってもらうからね。ねえ、春菜かわいいぜ。なあ、まったく、相当しい仲間が増えたわね。本当だよね。でもいいよね、こういうのも。にぎやかで楽しい。にしてもイプシロンはどうして試合途中で引き上げたのかしら。さあ、でも引き上げるということはどっかにアジトがある。
アジトについて調査をお願いした方がいいかもね。うん、お願い、夏美さん。ジェミニが負けてからエイリア学園の学校破壊がさらにひどくなってる。うわ、ひどくなってんだ。まあ、イプシロンってジェミニより強いもんな。うん。でも、我がチームにジェミニおるけどな、レーゼ。さて、みんな静かにして。次に戦うべき相手が決まったわ。え、相手？襲撃予告？今朝、理事長のもとにこんな映像が届けられた。キド君。なんです？いえ、じゃあ再生するわよ。ねえ、これ上画面かな下画面かな、ちょっと気になるとこやから、ね。ここにしとこうか、まずは。うわっ！ここだけやな、出た。影山総帥の顔長いやつ。久しぶりだな、稲妻イレブン諸君。こいつは二重顎なってるみたいになってるけど大丈夫？顎がやばいことになってるよね。二段顎だ、二段顎。影山？刑務所入ったんじゃないですか？影山！私はエイリア学園の力を借り、地獄の底から蘇った。四国、愛媛にて待つ。で、愛媛でどこやったっけ、みんな。左上？四国の。怒られる？四国の人たちに。貴様らを葬り去るためのチーム、新帝国学園と共に。待っているぞ、キド。そこにいるんだろ？お前には特に最高のゲストを用意している。誰や、ゲストって。新帝国学園。しかもエイリア学園と言ったぞ。もしかしてあいつエイリアと繋がってるのか？間違いないでしょうね。脱走現場から黒いサッカーボールが発見された。あんにゃろ、また証拠にもなくやってんのかよ。大丈夫か？キド、ぼーっとしてらしくないよ。キド大丈夫かこいつ。僕、よく知らないけど、影山って中学サッカー協会の副会長だよね。そうだ。そして、帝国学園の総帥だった。俺たちの帝国学園の。なんで倒さなきゃならないんだ？影山は勝つために手段を選ばない卑怯なやつだ。あいつは神のアクアを作り出した。人間の体を神レベルまで、根本まで変えてしまう。フットボールフロンティアの決勝は、その神のアクアを使ったゼウス中との戦いだった。結局それが逮捕につながったけどね。ドーピングね、ドーピング。新帝国学園だと俺は許せない。ああ、俺だって、またサッカーを聞かそうとしてるなら俺は黙ってるわけにはいかねえ。ね、遠藤くんサッカーを愛する者としてね、もうそれはぶっ潰すしかないでしょ。みんな、愛媛に行こう。影山のやることをぶっ潰そう。あいつの思い通りにはいかないって証明してやる。おう、愛媛？どこから、あの、なんか広島とかその辺から橋渡っていくんだよね。どこか忘れたけど。また影山と戦うのか。あいつの縁に因縁はなかなか切れないの。古株さんは昔から知ってるんですよね。うむ、あいつがライモン中サッカー部だったことから知ってる。いつもおとなしく振る舞っていたが、たまに見せる冷たい全てを憎むような目が印象的。40年経ってもまだサッカーに対する恨みは消えてない。なんで恨むんだろうな、サッカーとかね。すまんすまん、余計な話してしまったの。準備ができたわしに行ってくれ。愛媛まで一気に突っ走るからな。まあ、愛媛まで行ってもらいましょう。ねえ、帝国学園で強かったの？ああ、強かった。最初俺たちも手も足も出なかった。それから血の滲みた特訓と練習を繰り返し勝ったんだよ。だから、死んだろうが何だろうが、また倒してやるさ。なんだって、今、俺たちには最強コンビがいるんだからな。何？染岡と吹雪ってこと？そうだね。まあ、染岡吹雪くん、小暮、ねえ、あの、トーコにいろんな人がいるからね。新しい仲間もいて、多分勝てると思います。ではでは行きましょうか。お、準備はいいか？オッケー。じゃあ、稲妻キャラバン出発じゃー。これなんで一回挟むんだろうな、ここ。よし。では、愛媛に行きましょう。ね、愛媛。左上だったね。市街地。車のシーンでしょ。ポッポー。あー、出た、そうそう、この橋。煽られとったかな、今。俺ね、運転したことあるのがね、この辺だけなのよ。四国。で、俺、免許取った時にね、なんだろう、四国に旅行に行ってさ、友達と、ね、友達、なんか8人ぐらいで、で、リア充じゃん、俺。で、四国で運転したんですよね。四国、道路広くて運転しやすかったです。だって、やっと愛媛に着いたけど、なんか変な雰囲気だな、こう、暗いっつうかね。なんかあったの？ひそひそひそ。何？あれは？何、あいつら。あれ？避けられてるっすか？理由はわからないけど、歓迎はされてない。なんでだろう。まあ、新帝国については何場所も何もわかってないしな。話を聞こう。みかんドーナツ！何、みかんドーナツって、そうなんの？キド君一人で行っちゃったよ。キド！
場を和ませようと思ったのに、キドさん冷たい視線っす。お前空気読めよな。あんたにだけ言われたくないっす。小暮に言われるってそっとやで、ほんとな。さて、どこだ、聞き込みをしようか。こんにちは。な、ちょっといいか、聞きたいことあるんだけど。ひえー、なんで逃げられんだ。お前の顔にびっくりしたんじゃねえか。失礼っす。どうも俺たちは警戒されている。何があったんだろう。あの子追っかけてみるか。マジかよ。逃げた男の子に話を聞こう。いきなり当たりか。ぐるるるるるる。犬にも吠えられてんじゃん。はあ、極楽極楽。足湯は気持ちいいな。足湯っていいよね。俺もね、どこでやったことあったかな。和歌山とかで足湯入ったことあったかな。ねえ、お前さん方何しに来たんじゃい。最近港で魚が釣れてなくなったんだって。宇宙人のせいかしら。何でも宇宙人のせいにすんなよ。ようこそ愛媛へ。あれじゃないんだ。温泉で疲れを取っていなされ。とは言ったものの、最近は事件のせいで観光客も減ってしまったわい。事件がある。なんだろうね。はい、バトルは勝ちました。なんかね、すごい天気悪くね。サッカーしてる時もなんか天気曇ってんだけど、そら何があったんだろうね、ここ本当に。ただ天気悪いだけか。梅雨か、梅雨。よいっす、よいしょ、よいっすてー。こんにちは。ライモン中。なんかめっちゃ警戒されとるよ、やっぱな。届かない。いやー、はしご使えばいいのに。やこれ何屋さん、ここ。あー、秘伝書屋さんかね。ダイナマイトシュートとかかっけ。ダブルグレネードね、クンフーヘッドとかあるじゃん。一人ワンツー、一人ワンツーかなり便利だよね、ほんと。覚えとく、安いし、これ一人ワンツー。一個買っちゃったね。ザ・ウォール熱血ね。キーパー技熱血ヘッド。熱血ヘッドって何これ。ちょっと面白そう。さて、秘伝書ちょっと今使いましょうか。誰かドリブル技を持ってない人にね。誰持ってないだろう、ドリブルの技。あ、染岡持ってねえじゃん。染岡にする。お前マジないな、お前。染岡ぐらいだよね、ドリブル系の技持ってないのって。ドモン、ドモンでーす。ドモンでもいいけどね。あーね、小暮くんでもいいな。スキル疫病神。なんとアンラッキー、成功率ダウンだ。こいつマジでカスやないか、メガネくん。よし、何これ、ラッキー、ランダムで成功率アップ。え、お色系ってね。大谷つくしちゃんってなんか技を覚えさせたらマジ強くね。絶対強いじゃん、そんなのね。え、中谷くんクビになったもんね。やっぱ染岡だな。さあ、染岡にちょっと技を覚えさせましょうか。今の技、一人ワンツーね。よし、一人ワンツー。万有寺中がよく使ってた技で、かなりで、ね、強いよ。強かったっていうか、かっこよかったですよね。ね、そこの学校はどこの子なんだろう。不気味だな。てん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 。誰だろうね、あいつ。服覚えとこうぜ、あいつ。変な髪しやがって。さて、こんにちは。ねえねえ、はるみさん、一緒に温泉入らない？いいな、俺も入りたい。嫌だ。混浴っていうのも文化だと思うんすよ、僕は。よし、大勝利。レベル上がってくね。レベル21高くね。てか、染めようがレベル高いな、そもそも。おっすー。あ、いた、こいつか、逃げたやつは。僕はサッカーなんか得意じゃないよ。それとこらがやったこともない、逆らわないで。え、サッカーさらう？どういうこと？え？あれ？最近、この町からサッカーの上手い子が何人かさらわれてて、犯人は、サッカーボールを持ったりサッカーのユニフォーム姿してるって聞いたからね。君たちがそうだと。なんだって？そんなことするのは、ああ、影山の仕業かも。安心してくれ。俺は、その犯人がやってることを止めようとしてる。ほんとだ。そいつらに ついて知ってることはねえか？何でもいい、教えてくれ、頼む。なにらまれると怖いよ。おい、キド、すまない。キド、ゴーグルしろから睨むとかないやろ。一つだけ、この先のスポーツショップのユウスケはサッカーがうまい。犯人にさらわれちゃって逃げ出したらしいけど、よっぽど怖い目にあったらしくて誰とも口聞かないんだ。かわいそうにね。サッカーショップだね、行ってみようか。新帝国について何か知ってるかも。そっか、ユウスケ君に会いに行ってみよう。な、電話や。もすもす。何？電話か？この番号は誰？もしもし。誰これ？あ、ご無沙汰してます、キドさん。ねえ、崎山？帝国の人これ。崎山か？ねえ、元チームメイトか？あの、キドさん、佐久間と源田見てないすませんが？佐久間と源田見てないか、何かあったか？ええ、見てないならいいんですよ。失礼しました。なんだ？ねえ、佐久間と源王な？あいつら、誘拐されたからな、実質。洗脳されたか、むしろ。
お前には特に最高のゲストを用意しているからな。うわ、絶対この二人やんでよ。キド君賢い。まさかな。頭いいから何でもさせちゃう。さあ、スポーツショップのユースケ君に会いに行きましょう。この奥がな、ユースケ君。宝箱。よし。友情ポイントゲットです。いらっしゃい、エフミドーナツや みかんドーナツか。お肌すべすべ、温泉はいいよね。温泉入りたい。婚約とかないんすかね、現実に。ね、やましい気持ちはありません。さて、店長の息子のユースケはサッカーがとても好きな子だ。でも最近すっかり元気なくした。ユースケくん、誰だ君ねえ、ジェントルメン。レディー。じゃあ僕はレディー。あー、入れない。なんでスポーツショップに温泉があんだよ。こいつか？え？こんにちは。なんか教えてください。なんだ、ユースケについて話聞きたいって？ユースケならうちのせがれながら今は誰にも合わせるつもりがない。あんなことになるならサッカーなどやらせなければよかった。何があったんだ？おじさん。このスパイクは？うへー、ボロボロちゃん来たね。それはユースケのスパイクだ。さらわれる前はそれを履いて毎日遅くまでサッカーをしていた。そっか、ユースケくんは本当にサッカーが大好きだったんだな。このスパイクを見ればわかる。もっと上手くなりたいという思いが刻まれてる。君はその思いを踏みにじるなんて影山のやつ譲るさない。どうやら君たちは悪いことはなさそうだ。店長イケメンやな、こいつ。君たちならユースケを元に戻すことができる、そんな気がする。ユースケ仲間なるかな。でも名前モブっぽいから ダメかな。戻ってきたもののあれ以来ユースケは話しかけてもろくに返事をしない。最近は西の河原で一日中川の流れを見てる。何、一体さらわれてる間に何があったとか話そうもしないんだ。何があったんだろう。スパイクを貸してやろう。それを見ればあの子も気を許してくれるかもしれん。マジか、ありがとうございます。さて、思い出のスパイクを手に入れた。ありがとうございます。次に買い物していこうか。ここでありがとうおじさん。ユースケと話してみる。ユースケを、笑顔を取り戻したら今度は俺も一緒にサッカーしてるかな。ね、サッカーな、俺もしてみたいな。ないや、体動かんやろな。うん、自分が傷つくことになろうと。だから私はひとみこさん、なんか過去があるのかな。わかんねえや。いえ、何も。ゆうすけくんがいるのは西の河原だね。行ってみましょうか。はい、ではでは河原に行ってみましょう。とりあえず買い物させてよね。あーね、ぼちぼちいいスピーク。あ、鍛錬のスパイクやって、今まで買ってたやつよりいいやつじゃん。いや、急にこういう高いの売られてたら困るよね、ほんと。さ、ガードが上がるグローブも1だけだったらまだ買わなくていいかなって感じだよね、ほんと。ガッツコントロール。まあ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 、いいか。まだ全然買わなくて。また困ったら買いに行こうよ。ね、敵が強え、勝てねえってかなったらね。なんか今作はあんまりなんか負けることがないっていうのは、やっぱ前作でだいぶ上手くなったのかな、俺。そういうことにしとこう。わしは幸せもんです。どうした？おじいちゃん。母を温泉旅行、あ、おじいちゃんじゃなくておばあちゃんやった。ごめん。ね、温泉旅行に連れてきたんですよ。うわ、親孝行とか偉いな。さあ、とりあえず特訓しようか。よし、とりあえずつくしーちゃん。いや、いつもの特訓やってあげて。330もいるって、熱血ポイント高すぎやろ、これ。あう！うわ、滝をぶった切るってやばくね？ねえ。大谷はキック力が2が上がった。つくしちゃんステータス低いからな。新帝国学園はどこにあるかの。そんな学校聞いたことない。最近街に見たことない制服を着たお兄ちゃんがいるの。ねえ、うわ、怖い。さっき秘伝書のショップにいたやつかな。怪しいやつ。さて、プリティーハンド2。何これ、かわいい。プリティーハンド。装備してみましょうか。弱いのかな？わ、1上がるじゃん。買わなくてよかった、プリティーハンド。よし。さて、こんにちは。なんだか川の水が濁ってる気がするな。ね、海にね、黒くてでっかい海坊主がいるんだって、ユースケが言ってた。なんだ、海坊主って。ね、ここ渡れる？お、渡れた。河原ってこの辺？この子か、ユースケくんって。さあ、とりあえず、マーシャルシューズ、あざす。とりあえず、こんにちは、ユースケくん。なあ、君がユースケくんか？出た。顔あるで。聞きたいことあるんだけど、いいか？俺たち、ライモン中サッカー部なんだけど、サッカー？
僕を捕まえに来たのか。来るな。いや待って待って、君をさらったやつの仲間じゃないよ。見てくれ、お父さんから預かってきた。で、思い出のスパイクを見せた。お父さんから？父さん心配してたぜ。もう大丈夫、君をさらったやつで好きにはさせない。本当、君たちは一体、いや、ライモン中知らないの？いたぞ。何？脱走者発見、 D24 地点だ。なんだこいつ、あいつらが、あいつらが来た。うわー、うわ、エイリア学園のやつらやん。貴様、どうでもいいが、あれは返してもらう。あれとはなんだ？待て、手は、手出しはさせない。お兄ちゃん任せろや。なんだ貴様ら、我々に逆らうつもりか。こいつらが子供をさらってる犯人だね。許せない。警察、警察呼ぼう、警察。どうしても邪魔する気か。ならばここで排除してくれる。誰か電話しといて、警察に。ではサッカーバトルしましょうか。容赦ないぞ。いや普通に勝っていいんだよね。エージェントとバトルです。では行きましょう、ね。染岡にシュートしてもらおうか、今回は。ね、染岡シュート。あれ、なんか、引けないラインが。よし。あっ、ガト、取れるか染岡。ナイス染岡、いけ、必殺技や、ワイバーンクラッシュ、強めの技でいこうぜ。うれい、ワイバーンクラッシュかっこいいよね、これ。ガオー、すげえ消費する TP。はい、お前、技もねえのかよ、エージェント、お前。しっかりしてくれよな、やりごたえがねえぜ。よし、というわけで大勝利でーす。オッケー、レベルマップ。染岡だけレベル26あるんだけど、なんかおかしない？なあ。何があったんや、染岡、お前に。くっ、まさか我々が負けるとは、貴様ら何者だ？ライモンイレブンだ！ライモン、そうか、貴様らが。一旦対局するぞ。総帥にこのことを報告すれば。うわ、総帥って言ってるから、やっぱ影山かな。ありがとう。ライモン中艇フットボールフロンティアで優勝した？そやぞ。その通り。俺たちがライモンイレブンだ。こんぐれお前、威張るなや。あんたいなかったっすよ。ねえ、調子いいっすね。やっぱそうなんだ、お兄ちゃんたちのサッカーかっこよかったよ。僕もお兄ちゃんたちみたいになりたい。そっか、サンキュー。でも照れるな。僕をさらった新帝国学園のこと知りたいよね。うん、聞かせてくれ。海坊主が来た。は？海坊主？この町の北東の埠頭があるんだけど、ねえ、そこで遊んでたら影に、あ、海にでっかい影が出てきて、僕気絶しちゃって気づいたら知らない人がたくさんとこにいるとこにいて、きっとそこが帝国学園だ。場所がわかるか？うん、周りも暗かった。でも変な奴らから首にこれかけろって言われた。何これ？わあ、出た、洗脳グッズちゃん、これ。ペンダントかな？どうした？わからない。あいつらがこれが力の源だって言ってた。僕はなんか怖くてつけずに隠した。ねえ、さっきの奴らが取り返そうとしたあれとはペンダントか。ちょっと見せてもらえるかしら。ひとみこさん、なんかわかるの？これは？監督、わかるんすか？なんでわかんだ？まさかこんな関係ない子供までこれを使うなんて。ゆうすけくん、少し預かっていいかしら。ね、詳しく調べてみたい。うん、いいよ。持っててもあいつら追いかけてくる。さあ、謎のペンダの手に入れた。なんだろう、これ。やっぱ洗脳グッズだと思うんだけどな。力の源っていうから、もしかしたら神の悪魔みてえに能力上がるアイテムかもしれんしな。にしても君、よく逃げ出すことができたな。うん、怖いおじさんが僕を助けてくれた。おじさん？口は悪かったけど、ね、いい人だったな。また布団に戻って調査続けるって言ったけど、鬼瓦さんかな。口の悪いおじさんか誰かな。ねえ、僕たちの味方だよね。遠藤、まずは埠頭に行こう。彼が見た黒い影が帝国と関係あるが気になる。よし、行ってみようぜ。はい。さて、エフィの埠頭に行けるようになりました。ということで、じゃあ皆さん、とりあえず今回はこれで終わりにしましょうか。さあ、稲妻イレブン。ね、新しいショーが始まって、影山が出てきました。元王がね、元王佐久間がどうなるのか。ね、鬼道はどんな風に起こってしまうのか。謎のペンダントが一体何か分からないこといっぱいありますけど、次回以降多分分かっていくでしょう。次回もお楽しみに。お疲れ様。